今日のヘッドラインニュースに行きたいと思います。今日のヘッドラインニュース、最初はちょっとこれ話題になってるんですけれどもね、春馬富士の聴取を検討、鳥取県警ということでね、鳥取県警にしてみたらですね、突然ですけれども、大きなですね、事件が湧いてきたっていう感じですよね。で、これ詳細については皆さんの方がご存知だと思いますけれども、横綱の春馬富士、これモンゴル人なんですけれども、そのモンゴル人同士で飲み会をやろうということで、モンゴル出身の力士を集めて、で飲み会が行われてるんですよね。でこれも一番最初の頃はね、なんか3人ぐらいからスタートしたらしいんですけども、今はもう本当に何十人もモンゴル人が入ってきてますので、それでね、モンゴル人だけの席でこう飲んでたら、この春馬富士が酔っ払いましてですね、でこのね、おっさん、とにかくね、なんていうんですか、用途たちが悪いんですよね。なんかもうすぐに手を出すらしいんですよ。で、ビル瓶で頭を殴ったとかですね、鷹の岩関ですか、鷹の岩を、ビールでビール瓶で殴ったりとかですね、あとなんか20発ぐらいぶん殴ったっていう話でして、これ普通だったらもう逮捕だろうっていうですね。いや、そのね、当たり前の話なんですけれども、鳥取県警がですね、忖度してるらしくてですね、いや、これ普通だったらもうさっさと逮捕せえっていう話なんですけどもね。今後のですね、春馬富士関のですね、これから先の、見通しなんですけど、まず間違いなく横綱は引退せざるを得ないだろうと。で、引退した上で、警察から事情聴取を受けるっていう形じゃないかなと。現役の横綱が、警察の事情聴取を受けるってことはちょっと考えにくいのでね。これね、昨日の放送でも言ったんですけれども、横綱っていうのは、心技体、共に揃ってなきゃいけないんですよね。で、それが、今のね、このモンゴル人確かにね、技と体、力ですよね。技と力っていう面では、文句なしかもしれませんけれども、心っていう部分ではね、もうこれ子供以下ですから。もう、どうしようもないわけですよね。で、親善相撲としてね、もう何千年にもわたって日本に伝わってきたその相撲というね、もちろんモンゴルにはそのモンゴル相撲があるわけですけれども、日本の大相撲というのは親善相撲なんですよ。神様に捧げるその相撲だったわけですよね。その神様に捧げる相撲に、だからその大相撲ってスポーツではないんですよね。勘違いしてる人がいるかもしれませんけれども、相撲はスポーツだ、じゃないんですよ。相撲っていうのはあくまでも神様に捧げるもの。で、それこそ古事記に出てくるね、武三一の尊が、戦って、で、その時の、戦った様子がその相撲の始まりだって言われてるわけですけれどもね。で、そこから、神様に捧げるっていう概念が生まれてきたわけですよね。だからね、横綱っていう制度がね、できたのは江戸時代以降なんですよね。江戸期以降でして、それまでは大関だったんですよ、最高位は。で、大関の中で、著しくね、相撲界に貢献したような人。ですから、今で言ったらね、名誉職みたいなもんなんですよね。だから、大関のまま、あんたは横綱にしますよ。だから、横綱大関だったんですよ。横綱大関、なんとか関っていう風な形で呼ばれてたわけですね。で、それがいつの間にか横綱と大関っていうのをこう分離させたんですよね。確か江戸期だったと思いますけれどもね。それはともかくといたしましてね。やっぱり相撲は二部制にするべきだと私は思います。親善相撲として日本人しか、できない大相撲。そして、スポーツとしての相撲として、それこそモンゴル人でもね、アメリカ人でも、ブルガリア人でもね、誰でもいいから、入っていいですよっていうですね、そういうその相撲、この二部制にした方が日本のね、その伝統ということに関してはいいんじゃないかなと思いますけれどもね。さあ、それではですね、次のニュースに行きたいと思います。次のニュースはですね、ちょっとですね、毛色が変わりまして、夢のあるですね、ニュースでございます。11光年先、地球に似た惑星太陽系に接近中、生命存在かということで国際チームが発見したそうです。乙女座の方向に11光年離れた赤色矮星ロス128の周りで地球に似た惑星を発見したと、フランスのグノーブルアルプ大学などの国際研究チームが
15日発表しました。太陽系外では4光年先のプロキシマ B に続いて、地球から2番目に近い惑星ですが、太陽系に接近中のため7万9000年後には最も近い惑星になるというそうです。夢がありますね。いや、もうね、普通に考えればね、その、今このね、広大な宇宙、ね、まあ、いろんなね、こう、なんていうんですかね、星のね、星がたくさんあるわけですよね。燃えてる星からね、あるいはその、地球型のね、岩礁星なんか、いろいろあるわけですけれども、その中でね、考えてみれば、地球人しか、その、宇宙に生命がない、と仮定すると、非常にね、寂しいんですよね。それこそその何千億、もう無数にあるね、この星々の中で、地球にしか生命体が存在しない。ありえないんですよ、こんなことは。いや、だってね、よくね、科学的に考えろとか言う人がいるけれども、これ確率論の問題から言ったら、地球人の存在が、そもそも確率論的にありえない存在になってしまうわけですよ。だからね、宇宙はね、こう、なんていうんですかね、無の世界じゃないんですけどもね、生命がね、限られてるわけじゃなくて、生命に満ち溢れてるのが宇宙じゃないかなと。まあ、私はこう思うわけですね。はい。それでは次のニュースに行きたいと思います。国連人権委員会で、慰安婦合意をめぐり、日韓が激突ということです。人権委員会で韓国政府が、日韓合意について、日韓慰安婦合意について、多くの被害者と市民団体が合意の主要要素を受け入れがたく、合意の過程で被害者を中心とする議論が欠如していると、反論しました。続いて外交部内にタクスフォース、を設置して、合意内容を分析中であり、年末に結果が韓国政府に報告されると述べています。いや、だからどうしたって話なんですよね。まあ、もちろん我々は日韓合意には猛反対してますけれどもね。それはそうでしょ。自分ところのね、じいちゃんたちを貶めるですね、こんなふざけた合意を誰が認めるかって話なんですよね。ただそれとは別個の問題として、日韓合意を結んだ側の韓国がその何言っとんだって話なんですね。これ韓国政府、韓国の世論がその受け入れがたいんだと、こんな日韓合意なんかって言ってるわけですよね。うん、それで要はこれ合意を破るって言ってるわけですよね。実際にもう破ってますけどね。うん、だからその合意の中で日本は過去の過ちを認めて謝罪をし、過ちなんかないんですけどね、謝罪をし、そして10億円プレゼントしました。で、それに対して韓国はもう二度と政治的に慰安婦問題を取り上げません。こう言ってきたわけですよね。これが真っ赤な嘘だっていうことが分かったわけじゃないですか。安倍晋三責任取るべきですよ、これ。安倍晋三が2年前に、この日韓合については全責任は自分にあるって言ったんですから、この責任を取らなきゃいけないんですよ、安倍晋三が。でも取らないでしょ。まあ、TPP にしても何にしても全部そうですけど、自民党って要はあれ嘘の塊なんですよ。もう嘘つきでなければ自民党の議員になれないんですよ。そして、その嘘がね、明らかになった時は知らん顔を決め込むんですよ。開き直るんですよ、彼ら。だって、正直者の自民党の議員なんか聞いたことないでしょ。己に信念を持ってね、最後までその信念を貫き通す政治家いないじゃないですか、自民党なんかに。いや、だからね、野党もね、野党も自民党に対して批判するんだったら、盛りかけとかね、ふざけたことやらないでね、この日韓合意で君嘘ついてるじゃんと。明らかにこれ韓国が合意を破ってるのに、その責任に対して君何の責任取ってるのって聞かなきゃいけないんですよね。このね、ふざけたね、ふざけた政治体制を変える必要があるんですよ。そのための日本第一党ですからね。はい、そうしましたらね、次に行きたいと思います。まあ、次に行く前にちょっとね、このね、日韓合意についてね、一言だけ言っておきますけれども、韓国政府が何を言おうがね、我々は日韓合意断固破棄。で、この破棄の理由としてね、日本側からね、破棄すると、その、いろんな問題があるって言ってね、アベンジャーズの皆さんが騒いでるけれども、もう韓国がこれだけ破ってるわけだから、合意内容をこれだけね、もう二度とその政治的な訴状に上げないと言っておきながら、こうやって政治的訴状に上げて、で、なおかつその全国っていうかね、世界各地に全然関係ない他国にですよ、アメリカに慰安婦の像とか建てて、そしてそれで喜んでる。もうこれ、
叩き切らなきゃしょうがないでしょっていうね。あの合意一体何だったのっていう話なんですよね。うん、もう本当にね、アベンジャーズってバカねとしか言いようがないですよね。いや、もう本当にね、一言で言ってごめんなさいね。あ、ちょっとごめんなさい。今、延長します。はい、今延長しておきました。バカだからこそ騙されるのかもしれませんけれどもね。こんな日韓合意をね、だからいつも言ってるけれども、安倍晋三って言ってもね、人間なんですよ。神様、仏様、安倍様じゃないんですよ。で、そのね、安倍晋三、人間安倍晋三が政治を行って、まあ、過ちばっかりなんですけれども、特にこの日韓合意に関してはね、自分の父祖をね、父祖の名誉を地に貶める合意ですので、思い切った過ちじゃないですか。であればね、本当の支持者だって言うんであるならば、叱り飛ばさなきゃいけないんですよ。お前ふざけんなよって言わなきゃいけないんですよね。で、そのお前ふざけんなよっていう人間がいないんですよ。自称保守、アベンジャーズの中に。じゃあ誰に投票するのか。自民党を批判するから自民党に入れちゃいけないなんて一言も言ってませんのね、私。うん。だから自民党に票を入れつつも、その自民党に対して注文をつける。当たり前の話じゃないですか。日本第一党が国政に顔を出すまでは、それまではね、一番マシなところに、日本をね、一日でも長くね、持たせてくれるところに一票を投じるしかないんですよ。まあそのね、比較対象としてね、比較対象としてそういうことを言わざるを得ないっていうのは非常にね、こう残念なんですけれどもね。今の日本で本当の保守、最後まで筋を通せるっていうのは日本第一党しかないんですから。さあ、ですね、次のニュースに行きたいと思います。次のニュースですけど、これもね、ちょっとまあその慰安婦像、慰安婦像ではないんですけれどもね、もう一つの、今ね、問題になっている徴用者像ですね。徴用者像に関係するニュースが入ってまいりました。韓国左派団体の、韓国が左派団体まで立ち上がって、徴用者像を非難、愚民化に貢献する増ポピュリズムはもうやめよう。フェイク写真を使ってまで扇動するのはやめようというニュースが上がっておりました。反日民族主義の問題を告発してきた進歩左派市民系団体の徴用者、強制徴用労働者像の建設に反対する会が、チェジュ島で開催されている日本徴用労働者像のセミナーを批判して、私たちの社会の一部の徴用労働者像の建設の動きについて重ねて懸念を表明しました。強制徴用労働者像の建設に反対する会は、14日声明を出して15日に開催されている、チェジュ地域日本地域徴用強制徴用労働者像建設推進委員会、もう長いこれ チェジュ地域一斉強制徴用労働者像建設記念学術セミナーが広報資料で歪曲された写真を使っているなど、学術セミナーを先導の場にしようとしていると糾弾したそうです。なんでこんな長いのよ読み切れるかいこんなのっていうですね。まあこれ一言で言えばですね、その徴用者像っていうのがあるんですよね。で、その徴用者像っていうのがあるんですけど、それをね、韓国でね、あっちゃこっちゃに建てようと。だからもう今、慰安婦で儲かったわけでしょ、韓国は。日本から10億ももらっちゃったわけですからね。で、その配分をめぐってなんか争ってるっていうのが、やっぱり朝鮮人だなと思うんですけれどもね。で、今度はね、じゃあ慰安婦の次どうするっていうので話し合って、あ、そうだ、徴用者がいたっていうことで、その強制徴用者をですね、像にして、そしてまた今度は大使館の前に建てようっていう話になってるんですよね。いや、これが朝鮮人なんですよ。何を言ったところでこれなんですよね。で、問題なのは、そのね、徴用者について、有名な写真がいっぱいあるんですけどもね、まず1枚目のね、これちょっと皆さんにお見せできないのが残念なんですけどもね、下着姿の男性がずらっと並んでる写真があるんですよね。で、これが、当時の徴用者の悲惨な姿だとか言ってですね、韓国で紹介されてるんですよ。紹介されるのはいいんですけれども、そのね、写真っていうのが、当時の日本人の写真だったんですよね。で、よくよくね、その写真を見るとね、
確かにこうひょろっとはしてるけれども、筋肉がついてるんですよね。だから当時の一般的な、なんていうんですか、その、こう、労務者として、その、働いていたっていうことであれば、これぐらいの筋肉がついて当たり前じゃないかなと私は思うんですけれどもね。うん、そう、日本人なんですよ。で、もう一枚の写真というのが、お腹が空いたとかね、で、家に帰りたいってね、ハングルでね、書かれた、その、写真があるんですよね。で、これはね、多分皆さんも見たことあるんじゃないかなと思いますけれどもね、その、炭鉱内の落書き写真ということで出されていたんですけれども、実はこれは映画のセットだったわけですよ。そんなものをね、そんな写真を出して、これが、朝鮮人強制連行、強制労働の悲惨な実態ですと言って、韓国で今ね、セミナーなんかをやってるんですよね。でもね、これね、笑い話じゃないんですよ。以前から言ってる通りね、韓国っていう国はミュージカルとか映画でね、世論が変わるって、私ね、皆さんにお伝えしたんですけども、2005年に、ミュージカル、ミョンチョン皇后というのが、韓国でね、それを開かれたわけですよね。ミュージカルが、出されたわけですよ。で、そのミュージカルが、いつの間にかね、それまで希代の悪女だったはずの、その、民婦ですよね。民婦が、明星皇后、ミョンジョン皇后として、あがめ立てまつられるようになったんですよ。だからこの2005年以前の韓国っていうのは、比較的ね、民婦のやったことについて、その、批判する声が大きかったんですよね。ところが、2005年に、このミュージカル、ミョンジョン皇后っていうのが、こう、一般に知られるようになると、悲劇のヒロインになっちゃったんですよ。なんじゃそりゃっていうですね。皆さんもびっくりするでしょ、うん、で、そうですね。チャングムもそうですよね。チャングムの誓いっていうのは、ヤンパンか、ヤンパンじゃないや。先民階級のね。まあ言ってみれば奴隷階層ですけど、奴隷階層のその女性がですね、こうどんどんのし上がっていって、で、成り上がって最終的には、国王のですね、お医者さんになるっていう話なんですけどもね。で、これね、その一行、史実では一行だけ書かれてあったんですよ。その、女医がね、その国王のね、身近にいるっていうことを、その、当時の議長実力の中に書かれてあるんですね、一行だけ。なんでこんなこと書かれてるかって言ったら、その当時ね、女性っていうのは、その、はっきり言えば人間扱いされてなかったんですね。向こうのその男尊女卑っていうのはものすごいね、激しいもので、その、朝鮮婦女によって、それが確立されてたものですから、まあ、朝鮮婦女っていうのは、朝鮮腐れ儒教のことですけどもね。ところが、その中において、その、先民階層で、なおかつ女性っていうね、もう本当に、こう、まあ、今の女性の方にはね、まあ、なんていうんですか、ちょっとムカッとする発言かもしれませんけれども、事実ですよね。当時のその朝鮮人としてはね、もう、ゴミアクタに等しかったんですよね。そんな人物が、成り上がって国王のね、G になる。まあ、お医者さんになる。ものすごいこれ、ある意味で天地をひっくり返すような、そんなね、事態だったんですよね。でもこの一行しか書かれてないんですよ。だからチャングムの誓いを、作ったね、その、監督でしたっけ、確か。監督が、99% 以上チャングムの誓いは自分たちのその想像で作ったって言ってるわけですよね。まあ、要はね、完全にフィクションなんですよ。で、先ほどのミュージカルもそうですけどね。で、完全にフィクションの世界をノンフィクションだと言って、韓国人たちがそれを受け入れてしまうわけですよね。で、さらに言えば、今言った通りね、その、日本人の写真を持ち出してきて、で、これが徴用者のね、その悲惨な姿だとかですね、あるいはその、映画の小道具を史実だと偽って、そしてそれを、国民に植え付ける。そうすると、韓国民はバカですからね。本当にバカですから、あの人たちね。日本はひどいことをやったんだ。っていう脳内変化になるんですよ。で、これが証拠だ。いや、本当にね、どうにもならないんですよ、これ。どうにもならないバカが韓国人になってるっていうことなんですね。はい。じゃあ次のですね、ヘッドラインニュースいきたいと思います。韓国料理は世界五大料理なんだぞ。と、東京新聞が毒とエビ批判に激怒。日本政府は日韓対立を煽るなということですね。
これはもう全文読み上げましょう。韓国政府主催のトランプアメリカ大統領歓迎夕食会に元慰安婦の女性が招待され、島根県竹島の韓国の名を冠した独特エビが、提供されました。慰安婦合意の再交渉や竹島問題の強硬姿勢をアメリカ政府にアピールした格好ですが、当然のように日本政府からは反発が起きています。日本のインターネット上では泥棒したエビ、売春婦など、罵倒罵声が溢れています。対立を煽るばかりか、日本政府の対応は相変わらずお粗末ですが、韓国政府も独特エビはやりすぎではないと書いてるんですね。で、この書いた人間の、これブログなんですけどもね、韓国大統領府が公開した夕食会の料理の写真を見る限り、やや国籍不明な印象を受ける。トランプ氏の口には合わなかったかもしれないが、気をてらわず、官邸食やキムチ、プルコギで勝負をする手もあったのではないか。私の個人的な好みでは、間違いなく韓国は世界五大料理の一つである。だそうです。いやね、まず東京新聞ね、頭がおかしいんでね、これ。そもそもこれ、煽ってるのは、韓国側でしょ？韓国側が煽ってるから、日本人の方が、日本側が、それに応えて、ふざけんな韓国人ってなるに決まってるわけなんですよ。ねえ。で、そのね、五大料理。いや、別にいいんですけどね。その、五大料理って何っていう。フレンチ、トルコ。まあ、トルコ料理ですよね。フレンチ、トルコ料理。そして、日本料理か品料理か知りませんけどもね、大体このあたりなんですよ。で、最後の一つって言ったらどこがあるんだろうっていうですね、そこに韓国料理を入れちゃうのっていうですね、そこにあんた韓国料理入れちゃダメでしょっていうですね、まあ、ちなみにね、韓国料理、まあ、このね、頭のおかしいバカな記者がですね、キムチとかプルコギをですね、料理として引き合いに出してますけれども、キムチは料理じゃありませんので、あれは日本で言ったらお漬物なんですよね。で、その漬けるね、漬ける中において、キムチっていうのは、その唐辛子粉を使ってるわけじゃないですか。しかもそのね、唐辛子粉を使ったキムチ、まあ今皆さんがキムチっていうとすぐに頭に思い浮かべるやつですよね。もう本当に、ニンニク臭くてね、で、とんでもなく辛いやつですよね。ところが、その本来のキムチ、王宮料理におけるキムチっていうのは辛くなかったんですよ。で、まあ、もちろんね、その長いことつけてれば臭くなるんですけれども、乳酸発酵しますのでね、乳酸発酵なので、まあ、匂いがするんですけれども、その王宮でつけるキムチっていうのはカタクチイワシを使うんですよね。だからニンニクじゃないんですよ。カタクチイワシを使って、で塩でつけるんですよね。だから今とも明らかにこれ違うんですよ。で、なんでじゃあ唐辛子を入れるかって言ったら、秀吉のね、朝鮮征伐以降、その唐辛子が朝鮮半島に伝わったんですね。で、朝鮮半島に伝わって、そしてそれがですね、保存に効くっていうことが分かったわけですよ。それで朝鮮人たちが、その、保存にね、適してるっていうことで、キムチを、唐辛子を使うようになってきたわけですよね。まあ、それが実態なんですよ。で、プルコギにしてもそうですけれども、本来のその朝鮮料理って言ったら、例えばシンソルロ、まあ皆さんちらっと聞いたことあるかもしれませんけれどもね、シンソルロっていう鍋料理とかですね、そういったのが、朝鮮伝統の王宮料理の一つなんですよね。で、あるいは冷麺とかね、要はこの東京新聞の記者っていうのは、シンソルロにしても、その、モノホンのね、その冷麺、盛岡冷麺じゃないですよ。北朝鮮でね、冷麺に関しては、確かに北朝鮮が発祥なんですよ。今の平壌あたりで、あれ作られたものですから。で、それをね、こう、引き合いに出すならともかくですね、キムチとかプルコギとかね、あんた戦後にできたようなものをね、こう持ってくるあたりがですね、もう本当にね、東京新聞の人間が、その、まともにね、まともにその、なんていうんですか、学がなくね、知識がなく、こう、語ってるっていうことが、よくよくわかる記事ですね、これ。はい、ということで、今日のヘッドラインニュースでございました。ちょっと今日はね、押してますので、ちょっと待ってね、10分ぐらいしかないんですけれども、スポットライトニュースです。スポットライトニュース、メディアによる韓国用語の大合唱は、世論が変化している何よりの証左なるか、日韓断交ということで、もうね、日韓断交をね、いろんな人が叫ぶんですよね。で、この日韓断交ってね、いつ頃出たのか、まあ、これ難しいんですけれども、少なくとも
少なくともね、地上波の電波に乗って日韓は断交すべきだって訴えたのは、私が一番最初なんですよ。ごめんね、一番最初で常にね。で、チャンネルパンダっていうね、そのパンダさんの放送局がありまして、で、そのチャンネルパンダの放送局で、なんていうんですか、日本と韓国はね、勇気を持って断交すべきだ、と主張したんですね。これが日韓断交の公でのね、始まりです。まあ当時はね、その十数年前ですから、もう当時はそのヨン様ブームとかね、あと日韓ワールドカップでね、まあ一部の人たちはね、その日韓ワールドカップを受けて、喧嘩に傾いていったわけですけれども、それでも韓国とは仲良くすべきだっていうね、その意見というかね、主張が非常にね、広がってた時期に、日本と韓国はね、さっさと断交せえと言って、メディアでね、ぶち上げたわけですよ。まあもちろんですね、非難の大合唱でございました。いや、もう今も昔も変わらずね、場を選ばずにね、こう言うもんですからね。だからね、メディアに嫌われるんですよ。ね、皆さんね、言葉にはね、本当に注意しましょうね。で、ただね、そこから先のね、10年以上関わりましたけれども、そこから先の世論の変化によって、いろんな人が今ね、日韓断交ってね、言葉に載せるようになったんですよ。まあ、もちろんまだまだね、その日韓断交の、国民的な機運とまでは言い切れないんですけれどもね。まだそこまでは言い切れないけれども、でもね、例えば10年前に日韓断交なんて言ってたのはもう本当に私を中心としてごくごく一部だったんですよ。それが、今やね、桜井よし子大先生でさえね、喧嘩論を、あるいはね、その、他のね、お偉い先生にしても、大学のお偉い先生ですよ。そのお偉い先生が日韓断交っていうようになったわけですからね。これが世論を作るっていうことなんですよ。世論を作るっていうことは、綺麗事じゃ済まないんですよね。何かこう引っ張り上げてね、そして綺麗にね、まとめていくわけじゃなくて、たとえね、どんなに汚い言葉であっても、あるいはね、お仏にね、手をね、こう突っ込むようなことであっても、何としても引き上げるっていうね、その信念が必要なんですよ。まあこの10年ね、なんとかブレずにやってこれました。ぜひね、この日韓断交の声をね、どんどん広げてほしいと思います。いや、いいんですよ。80万ババアの桜井よし子をね、好きだって言われてもね、全然構いません。私は何もね、思うところはないんですけれども、このババアがですね、今から4年前ですね、SF 保守雑誌のサピオっていうのに、ネトウヨ亡国論って書いたんですね。ネトウヨの皆さんは歴史をもうちょっと勉強したらいかがかしら、おーほほほほほほってやってたんですね。それが今じゃね。で、そのネトウヨ亡国論っていうのは、韓国を批判するやつはみんなね、ネトウヨだっていうやつなんですよ。で、そのネトウヨが国を滅ぼすっていうんですね。で、この80万ババアが書いたこのネトウヨ亡国論なんですけども、で、一緒に書いてたのが、小林パチロリと、あと安田光一なんですよね。もう今じゃ極左の代名詞になりましたけれども、その中核派の安田と、それから立憲民主党のね、その、パヨク、極左グループに入ったその小林パチロリ。この二人と一緒に書いてたのが桜井よし子っていう人間なんですよ。でね、ちなみになんで80万ババアっていうかっていうと、当時からですね、講演会やるときは、80万円以下ではやりません。というですね、すごいばあさんだったんですよ。昔もばあさんだけど、今もばあさんっていうですね。いや、それはいいんですよ。その、ビジネス推しですから、だからその、例えばね、私が講演会やって、もう10年以上やってますけれども、その、1円もお金取ってないんですよ。だから、私にとって一番大切なのは、自分の視聴を広げることであってね。だから、1000円とか2000円とかね、もうこの金額で皆さんに来てもらうっていうですね。ところが、この80万ババアの場合は、80万円以上のね、その、お金を出さなければ講演会をやらない。まあ、これはビジネスとしては正しいのかもしれませんけれどもね。自分のランクを決めるわけですからね。で、あとなんだっけ、移動はね、新幹線で移動するときはグリーン車は当たり前。で、飛行機で移動するときは、ファーストクラスを。で、現地のね、まあ、その日本国内とかね、あるいは海外でもそうなんですけども、泊まるホテルは、
5つ星以上でスイートルームじゃなきゃダメだって言うんですね。これが実態ですから。これがあなたたちの大好きな桜井よし子大先生の実態ですからね。まあね、今日初めて知ったっていう方はですね、知っといていただければと思います。そのですね、その桜井よし子大先生が、韓国を批判する奴はみんな寝とうよと言っていた桜井よし子先生が、寝とうよの皆さんはもう少し歴史を勉強したらいかがでしょうかと言っていた桜井よし子先生が、嫌韓論のムックに名前を載っけていたっていうですね、非常にですね、素晴らしい結果になったわけですね。でしたらね、よし子ちゃんね、なんていうの？ネトウヨというか、自称保守の皆さんとかね、アベンジャーズの皆さんは、もうちょっとね、歴史をね、勉強したらどうでしょうかとか言ってですね、やっていただけるとですね、非常にですね、こう、よろしいんじゃないか。球大ってあげてもいいんじゃないかなと私思うんですね。はい。はい。ということで、ちょっと時間が本当になくなってきましたので、ここからはですね、人生相談のコーナーに行きたいと思います。急ぎます。人生相談です。おはようございます。おはようございます。神奈川で当院しております。入党してから少しずつですが、自分の住む自治体について調べています。中でも外国人生活保護関連はもちろんのこと、自治体から支援を受けている外国人市民に寄り添う団体もできる限り調査しています。自分の住む自治体、近隣の自治体、どこでもそうなのですが、断るごとに多文化共生、国際親善、国際交流、うんざりする言葉が乱立しています。我々がジャパンファーストを掲げ、議員を送り込んだ暁には、外国人市民関連の、事業を精査することはもちろんなのですが、そもそも地方自治体レベルで文化共生、国際親善、国際交流が本当に必要なのか、当時のご意見をお聞かせください。というですね、メールが届いておりました。一言で言えばね、必要は確かにあると思うんですね、私も。そこまでね、私、堅くなに外国人を批判してるわけじゃなくてね。ただね、今の、まあ、今のは神奈川の例ですけども、他のところでも同じなんですけれども、度が過ぎてるんですよ。国際交流っていうのは、そこまでやるもんじゃないでしょっていう。例えば、議員使節団とか言ってね、まあ、使節団が、現地に行く。で、現地から使節団を迎える。もうこの程度ですよね、交流っていうのは。これが普通の交流なんですよ。ところが日本の場合は、外国人様がいらっしゃるんだからっていうことで、その外国人の住みやすいようにっていう形で、作っていくわけですよね。だから、余分なっていうかね、過剰な、外国人への、おもてなし、この部分は削っていくべきじゃないかなと思うんですよね。さあ、次の、質問に行きたいと思います。おはようございます。自分は40代の男ですが、今までの人生、自分を好きになったことがありません。自分が嫌いです。自殺するほど気が狂っていませんが、苦痛なく消えてなくなれば消えたいくらいです。当初は多分自分自身が大好きだと思います。自分は天国地獄は信じませんが、輪廻転生は信じています。多分ですが、当初は過去に人間を何度も経験している人間経験が豊富な人だと思います。反して自分は人間一年生または前世で何か悪いことをしたのかなと思っています。桜井さんは人生に意味や使命はあると思いますか、というですね、質問でございます。いや、自分大好きって言われたら、そりゃそうですから。人間誰しも自分が大好きなわけじゃないですか。特にね、私ね、まあね、皆さんがね、私が言ってるんじゃなくて皆さんが言うんですけども、カラオケキング桜井って言われてましてね。で、私が歌を歌ってる、この姿ですよね。もうこの姿はね、もう本当自分でも惚れ惚れするぐらいの、まあそういうね、気持ちでやってるわけですよ。はい。まあね、人から何と言われようとですね、こうね、跳ね飛ばすね、この、鉄面皮が必要ですよね。で、まあ、このね、相談なんですけれども、人生に意味や使命はあると思いますか？もちろんあります。どんな人間であれね、どんな人間にもね、生まれてきたからにはね、使命があるんですよ。ただしね、その使命というのは、何にもね、しなくて、使命が勝手に降りてくるわけじゃないんですよ。その人間の責務というのは、生きていく中において必ず発生するもの、そしてその責務を果たそうとしなければ、逃げようと思えばいつでも逃げられるわけですよ。だからはっきり言えばね、私だって、朝鮮問題に関わってしまったっていうのが人生の不幸の始まりなんですけれども、いつでも投げ出せるわけでしょ？いつでも投げ出して、そしてね、真っ当なね、生活に戻ることだってできるわけですよ。まあ今が真っ当じゃないって言ってるわけじゃないんですけどね。でもね、人間ね、
何か一つね、残さなきゃいかんと私は思うんですよ。何か一つでいいからね、この世に残す、その情熱がね、なければね、生きてる意味がないと思うんですよね。人生の意味とか使命っていうのは、人から与えられるものじゃなくて、自分で見つけ出すものなんです。自分の、その力でね。まあね、そのあたりを考えていただければと思います。さあ、次のですね、相談に行きます。もう今日ね、ポンポン言ってごめんなさいね。はい、ですね。おはようございます。桜井投資、鈴木さんの当選、おめでとうございます。さて、私は受験生なのですが、なかなか勉強が手につきません。どうすればよいでしょうか。よければご意見をお願いしますというですね、受験生の方から、お便りいただきました。諦めなさい。ね、人生ね、諦めが肝心です。で、これで終わっちゃうとね、本当にね、ふざけたっていう話になりそうなんでね、開き直ることが必要なんですよね。だからね、一生懸命勉強したってね、わからんものはわからん。これが大切なんで、もうね、開き直ることが大切ですからね。で、その開き直ったらね、あとはね、悠然とね、こう、参考書を読むなりね。だからね、これあくまでも私の勉強法としてね、お伝えしますけれども、参考書なんかを読むときに、なんていうかな、小説みたいな形でね、読み込めば、どんどん頭に入ってきますよ。だから例えばね、歴史書なんかそうでしょ？世界史とかね、日本史なんかもそうなんですけれども、これを一つのね、勉強の素材じゃなくて、その一つの小説だと思って読み込んでいくと、ものすごく面白いんですよ。まあこれあくまでもね、歴史の勉強だけですけれどもね、まあ国語なんかもうそのまんまですからね。うん。だから何事もね、難しく考えない。ぜひね、まあそういう勉強方法も試されていただければと思います。ね。はい。ということで、ようやく50分を迎えました。さあ、ここで、ちょっと今日予定を押しまくってるんですけれども、ちょっと待ってね。あ、もう一通、ごめんなさい。もう一通人生相談に行きたいと思います。おはこんばんに、おはこんばんちはか。おはこんばんちは。後で録画を聞く人のために、どの時間帯にも対応できる挨拶をしてみました。早速、アカデミック桜井さんに、相談なのですが、私は趣味で歴史書を読むのですが、読後に読んだ内容をノートに書き出してまとめています。今の話とつながってますね。それだけではなく、大学の講義を聞き終わった後にも、その内容をノートに書き出してまとめています。友人曰く、ノートにまとめる行為は無駄だそうです。どうなのでしょうか？プロフェッサー桜井さんは、本を読んだだけで頭に入るのでしょうか？やはりノートにまとめるのは、無駄なのでしょうか？教えてください。追伸、ダイエット頑張ってくださいというですね、質問が来ておりました。あ、質問が来ておりましたですね。メールが来ておりました。ダイエット、誰が頑張ってるんですか？私はですね、まあ皆さんもね、まあご存知の通り、バンビ桜井なんて言われてましてですね、まあ本当にね、細っこい体でね、きちんと食べなさいって言われてるんですよね、今ね。で、今の話なんですけどもね、大学でね、ノートを取るのが正しいのか悪いのか。まあこのね、ノート取ったって無駄だよって言ってるね、友達のね、発言、これもね、わかることはわかるんですよ。要はね、本当に面白い話だったらノート取らなくても頭に、ね、入ってくるんですね。だからさっきの話と同じですよね。歴史書なんていうのは、それを一つの小説として読んでったら非常にね、面白いから頭に入るけれども、それを学術書、勉強の資料、参考書として読んじゃうと、頭に入ってこないんですよね。うん。で、まあ中にはですね、そのノートをね、取らなくたって俺頭に入ってくるよと、ね、大学のね、講師で黒板にガン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 書いてね、先生が書くね。で、これが面白ければね、入ってくるけど、大抵のね、大学の授業って面白くないはずなんですよ。だからね、ノートに書くことが無駄ってことは絶対ないですからね。まあ、ただね、ノートに書かれたことだけだったら、はっきり言って写メ取った方が早いでしょ。私そう思うんですよね。写メ取って、で、それをね、例えばその、復習するときなんかに一回見返せばいいだけの話ですから。うん、簡単な話なんですよね。だからね、学校で先生が黒板に書いたこと、まあ、それを書き写すだけじゃなくて、そこにね、自分なりの解釈をね、こう書き加えていくと、随分勉強も変わるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、これはね、あくまでも、その、桜井個人のね、
こう、なんていうんですか、考えっていうかね、まあそういうものでございますけども。さあ、ということで、今日の人生相談はここまでです。まず、これね、皆さんにもいつも言ってるんですけどもね、徐々にね、ストックが溜まってるんですけれども、1日ね、3通から4通ね、こうやって人生相談を紹介していくと、あっという間にストック切れを起こすんですよ。まあなんとかですね、明日までは持ちそうなんですけれどもね、まああと2日分ぐらいね、ストックができてますので、どしどしですね、人生相談、送っていただければ、もうきちんと答えますよね。さあ、それではですね、今日の、ちょっと待ってください。今日の、星占いに行きたいと思います。さあ、それではですね、11位から見てまいりましょう。11位は、水瓶座のあなたです。人の言動に戸惑うことがありそうです。そして10位。10位は、獅子座のあなたです。解決の鍵は、おしゃべりの中にあり。だそうです。そして9位。9位は、天秤座のあなたです。いつもと違う方法にトライしてみましょう。そして8位は、お羊座のあなたです。過去のことを振り返って学びがある日だそうです。そして7位は、射手座のあなたですね。思いがけない方向転換がありそうな日になりそうです。6位、蟹座のあなたです。多くの人の会話で、世界が広がりそうです。そして5位は、魚座のあなたです。伝える言葉を、何これ、ブラッシュアップする日。ブラッシュアップって何、まあ、よくわかりませんけれども、そういうことだそうです。そして4位は、サソリ座のあなたです。相手の何気ない言動に解決策がありそうです。さあ、ここからは3位、2位、1位と見ていきましょう。3位は、お牛座のあなたです。複数の人が助けてくれる日になりそうです。さあ、そして2位は、ヤギ座のあなたです。人の言葉や行動にハッとさせられそうな日になりそうです。さあ、そして残りは、乙女座と双子座になりました。どっちが1位でしょうか。では、1位の発表です。1位は、乙女座のあなたです。自分の知らなかった魅力を発見できそうな日になりそうです。さあ、そして最下位、残念ながら双子座のあなたです。力を抜くと解決策が見つかります。ということですね。まあね、いつも言ってますけれども、当たるも八卦、当たるのも八卦ですからね。まあ、このね、グッドモーニングジャパンでね、その星座占い紹介してきたと思いますけど、結構どうです？当たってます？当たってるんだったらまあまあかなと思いますけど、いやね、星座占いってね、まあどの占いも同じなんですけれども、ものすごく抽象的でしょ？だから書いてあることって、まあ、読んで皆さんにね、お伝えしてるんですけども、ものすごく抽象的なことで、何にでも当てはまりそうな感じなんですよね。まあまあまあ皆さんね、興味のない方もいらっしゃるようなんですけれども、先ほども言った通りね、当たるも八卦、当たらぬも八卦っていうことでね、まあ今日のね、一日の参考程度にね、していただければと思います。さあ、ということで、そろそろ、終了時間が迫ってまいりました。で、ここでね、また最後のお知らせなんですけども、昨日から、ね、ずっとお知らせをしてるんですけれども、11月19日、残り3日になりました。11月19日、全国一斉の北の丸豚丸焼きデモが開かれます。このデモに関しましてですね、一人でも多くの皆さんにですね、参加していただきたいということで、告知を続けておりますけれども、東京会場なんかはですね、11月19日の15時に集合いただきたいと思います。集合場所は新宿花園西公園です。で、このね、北の丸豚丸焼きデモってね、あんた一体何なんだよと。北朝鮮がね、日本に対して核の炎で焼き尽くすと公言したんですよ。これ、公式声明ですよ、政府の。で、それに対して、本来であれば真っ先にね、非難の声を上げなきゃいけないはずのパヨクの皆さん、特にね、広島とか長崎にいるね、平和平和って言ってね、狂ったように平和を叫ぶね、平和のためだったら人殺しも辞さずっていうね、パヨクの皆さんが、胃の一番でね、批判しなきゃいけないのに、誰もこれ非難しないんですよ。誰も非難しないんですね。だからこそね、我々が、声を上げる。当たり前ですけどもね。で、その一方ね、我々が朝鮮人に朝鮮半島帰れって言ったら、それ差別だって叫ぶわけですよね。もうこの国は間違ってるんです。この社会は絶対に間違ってます。ですのでね、この誤ったね、社会に対して警鐘を打ち鳴らすっていう意味もあるんですよ。
そうですよ。ここ日本なんですよ。で、その日本を核の炎で焼き尽くすなんていうことを北朝鮮が言ってるわけでしょ。なんで怒らないのっていう話なんですよ。いや、本当にね、異常社会、異常な国家ですよね。で、それに対して我々はですね、抗議の声を上げます。11月19日、こちらですね、行動する保守運動のカレンダーでご自分のお住まいの地域で、行われる際にはぜひですね、参加をいただきたいと思います。デモ行進が札幌、東京、名古屋、福岡にあってます。で、凱旋が大阪、広島。で、抗議文の投函が愛媛ということで、全国7カ所で行われます。こちらね、ぜひですね、皆さんご参加いただければと思います。最後に一つだけね、愛媛ですね。愛媛だけ紹介したいと思います。愛媛はですね、抗議文の投函のみとなっておりますけれども、こちらですけれども、11月19日の14時半に集合してください。集合場所は、朝鮮総連愛媛県本部前、朝鮮総連の愛媛県本部前に14時半に集合いただきまして、15時にですね、投函を行うそうです。まあ、終了時間が一応16時になっているようなんですけれども、多分、30分かかんないんじゃないかな。10分ぐらいで終わりそうな気もするんですけれども、ぜひね、愛媛の皆さん、四国での活動はこれが初めてですので、ぜひね、こう、集まっていただいてお願いいたします。さあ、それじゃあそろそろ終了でございます。今日もね、皆さん、一日頑張って、仕事、勉強ね、頑張ってください。それでは、いってらっしゃい。ませんけれども、事実ですよね。当時のその朝鮮人としてはね、もうゴミアクタに等しかったんですよね。そんな人物が成り上がって国王のね、爺になる、まあお医者さんになる、ものすごいこれある意味で天地をひっくり返すような、そんなね、事態だったんですよね。でもこの一行しか書かれてないんですよ。だからチャングムの誓いを作ったね、その監督でしたっけ、確か。監督が、99% 以上チャングムの誓いは自分たちのその想像で作ったって言ってるわけですよね。まあ、要はね、完全にフィクションなんですよ。で、先ほどのミュージカルもそうですけどね。で、完全にフィクションの世界をノンフィクションだと言って、韓国人たちがそれを受け入れてしまうわけですよね。で、さらに言えば、今言った通りね、その、日本人の写真を持ち出してきて、で、これが徴用者のね、その悲惨な姿だとかですね、あるいはその、映画の小道具を史実だと偽って、そしてそれを国民に植え付ける。そうすると、韓国民はバカですからね、本当にバカですから、あの人たちね。日本はひどいことをやったんだっていう脳内変化になるんですよ。で、これが証拠だ。いや、本当にね、どうにもならないんですよ、これ。どうにもならないバカが韓国人になってるっていうことなんですね。はい。じゃあ次のですね、ヘッドラインニュースいきたいと思います。韓国料理は世界五大料理なんだぞ、と、東京新聞が毒とエビ批判に激怒。日本政府は日韓対立を煽るな、ということですね。これはもう全文読み上げましょう。韓国政府主催のトランプアメリカ大統領歓迎夕食会に、元慰安婦の女性が招待され、島根県竹島の韓国の名を冠した毒とエビ、提供されました。慰安婦合意の再交渉や竹島問題の強硬姿勢をアメリカ政府にアピールした格好ですが、当然のように日本政府からは反発が起きています。日本のインターネット上では泥棒したエビ、売春婦など、罵倒罵声が溢れています。対立を煽るばかりか、日本政府の対応は相変わらずお粗末ですが、韓国政府も毒とエビはやりすぎではないと書いてるんですね。で、この書いた人間の、これブログなんですけどもね、韓国大統領府が公開した夕食会の料理の写真を見る限り、やや国籍不明な印象を受ける。トランプ氏の口には合わなかったかもしれないが、気をてらわず、官邸食やキムチ、プルコギで勝負をする手もあったのではないか。私の個人的な好みでは、間違いなく韓国は世界五大料理の一つである。だそうです。いやね、まず東京新聞ね、頭がおかしいんでね、これ。そもそもこれ、煽ってるのは、韓国側でしょ？韓国側が煽ってるから、日本人の方が、日本側が、それに応えて、ふざけんな韓国人ですか？しかもそのね、唐辛子粉を使ったキムチ、まあ今皆さんがキムチって言うと、すぐに頭に思い浮かべるやつですよね。もう本当に、ニンニク臭くてね。
で、とんでもなく辛いやつですよね。ところが、その、本来のキムチ、王宮料理におけるキムチっていうのは、辛くなかったんですよ。で、まあ、もちろんね、その、長いことつけてれば臭くなるんですけれども、乳酸発酵しますのでね。乳酸発酵なので、まあ、匂いがするんですけれども、その、王宮でつけるキムチっていうのは、カタクチイワシを使うんですよね。だから、ニンニクじゃないんですよ。カタクチイワシを使って、で、塩でつけるんですよね。だから、今とも明らかにこれ違うんですよ。で、なんでじゃあ唐辛子を入れるかって言ったら、秀吉のね、朝鮮征伐以降、その唐辛子が朝鮮半島に伝わったんですね。で、朝鮮半島に伝わって、そしてそれがですね、保存に効くっていうことが分かったわけですよ。それで朝鮮人たちが、その、保存にね、適してるっていうことで、キムチを、唐辛子を使うようになっていたわけですよね。まあ、それが実態なんですよ。で、プルコギにしてもそうですけれども、本来のその朝鮮料理って言ったら、例えばシンソルロ、まあ皆さんちらっと聞いたことあるかもしれませんけれどもね、シンソルロっていう鍋料理とかですね、そういったのが、朝鮮伝統の王宮料理の一つなんですよね。で、あるいは冷麺とかね、要はこの東京新聞の記者っていうのは、シンソルロにしても、その、モノホンのね、その冷麺、盛岡冷麺じゃないですよ。北朝鮮でね、冷麺に関しては、確かに北朝鮮が発祥なんですよ。今の平壌あたりで、あれ作られたものですから。で、それをね、こう、引き合いに出すならともかくですね、キムチとかプルコギとかね、あんた戦後にできたようなものをね、こう持ってくるあたりがですね、もう本当にね、東京新聞の人間が、その、まともにね、まともにその、なんていうんですか、学がなくね、知識がなく、こう語ってるっていうことが、よくよくわかる記事ですね、これ。はい、ということで、今日のヘッドラインニュースでございました。ちょっと今日はね押してますので、ちょっと待ってね、10分ぐらいしかないんですけれども、スポットライトニュースです。スポットライトニュース、メディアによる韓国用語の大合唱は、世論が変化している何よりの証左なるか、日韓断交ということで、もうね、日韓断交をね、いろんな人が叫ぶんですよね。で、この日韓断交ってね、いつ頃出たのか、まあ、これ難しいんですけれども、少なくともね、地上波の電波に乗って日韓は断交すべきだって訴えたのは、私が一番最初なんですよ。ごめんね、一番最初で常にね。で、チャンネルパンダっていうね、そのパンダさんの放送局がありまして、で、そのチャンネルパンダの放送局で何言っとんだって話なんですね、これ。韓国政府、韓国の世論が、その、受け入れがたいんだと、こんな日韓合意なんかって言ってるわけですよね。うん、それで、要はこれ、合意を破るって言ってるわけですよね。実際にもう破ってますけどね。うん、だから、その合意の中で、日本は過去の過ちを認めて謝罪をし、過ちなんかないんですけどもね、謝罪をし、そして10億円プレゼントしました。で、それに対して韓国は、もう二度と政治的に慰安婦問題を取り上げません。こう言ってきたわけですよね。これが真っ赤な嘘だっていうことが分かったわけじゃないですか。安倍晋三責任取るべきですよ、これ。安倍晋三が2年前に、この日韓合意については全責任は自分にあるって言ったんですから、この責任を取らなきゃいけないんですよ、安倍晋三が。でも取らないでしょ。まあ、TPP にしても何にしても全部そうですけど、自民党って要はあれ、嘘の塊なんですよ。もう嘘つきでなければ自民党の議員になれないんですよ。そして、その嘘がね、明らかになった時は知らん顔を決め込むんですよ。開き直るんですよ、彼ら。だって、正直者の自民党の議員なんか聞いたことないでしょ？己に信念を持ってね、最後までその信念を貫き通す政治家、いないじゃないですか、自民党なんかに。だからね、野党もね、野党も、自民党に対して批判するんだったら、盛りかけとかね、ふざけたことやらないでね。この日韓合意で君嘘ついてるじゃんと。明らかにこれ韓国が合意を破ってるのに、その責任に対して君何の責任取ってるのって聞かなきゃいけないんですよね。このね、ふざけたね、ふざけた政治体制を変える必要があるんですよ。そのための日本第一党ですからね。はい、そうしましたらね。次に行きたいと思います。まあ、次に行く前にちょっとね、このね、日韓合意についてね、一言だけ言っておきますけれども、韓国政府が何を言おうがね、我々は
日韓合意断固破棄。で、この破棄の理由としてね、日本側からね、破棄すると、その、いろんな問題があるって言ってね、アベンジャーズの皆さんが騒いでるけれども、もう韓国がこれだけ破ってるわけだから、合意内容をこれだけね、もう二度とその政治的な訴状に上げないと言っておきながら、こうやって政治的訴状に上げて、で、なおかつその全国っていうかね、世界各地に全然関係ない他国にですよ、アメリカに慰安婦の像とか建てて、そしてそれで喜んでる。もうこれ、叩き切らなきゃしょうがないでしょっていうね。あの合意一体何だったのって話なんですよね。うん、もう本当にね、アベンジャーズってバカね、とニュースに行きたいと思います。今日のヘッドラインニュース、まあ、最初はちょっとこれ話題になってるんですけれどもね、春馬富士の聴取を検討、鳥取県警ということでね、まあ鳥取県警にしてみたらですね、突然ですけれども、大きなですね、事件が湧いてきたっていう感じですよね。で、まあ、これ、詳細については皆さんの方がご存知だと思いますけれども、横綱の春馬富士、これモンゴル人なんですけども、そのモンゴル人なんですけどもね、そのモンゴル人同士で飲み会をやろうということで、モンゴル出身の力士を集めて、で、飲み会が行われてるんですよね。で、これも、一番最初の頃はね、なんか3人ぐらいからスタートしたらしいんですけども、今はもう本当に何十人もモンゴル人が入ってきてますので、それでね、モンゴル人だけの席でこう飲んでたら、まあ、この春馬富士が、ま、酔っ払いましてですね。で、このね、おっさん、とにかくね、なんていうんですか、用途たちが悪いんですよね。なんかもうすぐに手を出すらしいんですよ。で、ビール瓶で頭を殴ったとかですね、鷹の岩関ですか。鷹の岩。鷹の岩を、まあ、ビールで、ビール瓶で殴ったりとかですね、あとなんか20発ぐらいぶん殴ったっていう話ですね。これ普通だったらもう逮捕だろうっていうですね。いや、そのね、当たり前の話なんですけれども、その、鳥取県警がですね、忖度してるらしくてですね、いや、これ普通だったらもうさっさと逮捕せえっていう話なんですけどね。まあね、今後のですね、春馬富士関のですね、これから先の、まあ見通しなんですけど、まあまず間違いなく横綱は引退せざるを得ないだろうと。で、引退した上で、警察から事情聴取を受けるっていう形じゃないかなと。現役の横綱が警察の事情聴取を受けるってことはちょっと考えにくいのでね。まあ、これね、昨日の放送でも言ったんですけれども、横綱っていうのは、心技体、共に揃ってなきゃいけないんですよね。で、それが、その、今のね、このモンゴル人確かにね、技と体、力ですよね。技と力っていう面では、まあ、文句なしかもしれませんけれども、心っていう部分ではね、もうこれ子供以下ですから。もう、どうしようもないわけですよね。で、その、親善相撲としてね、もう何千年にもわたって日本に伝わってきたその相撲というね、まあ、もちろんモンゴルにはそのモンゴル相撲があるわけですけれども、日本の大相撲というのは親善相撲なんですよ。神様に捧げる、その、相撲だったわけですよね。その神様に捧げる相撲に、その、だからその、大相撲って、スポーツではないんですよね。勘違いしてる人がいるかもしれませんけれども、その、相撲はスポーツだ、じゃないんですよ。それが、今やね、桜井よし子大先生でさえね、喧嘩論を、あるいはね、その、他のね、お偉い先生にしても、大学のお偉い先生ですよ。そのお偉い先生が日韓断交っていうようになったわけですからね。これが世論を作るっていうことなんですよ。世論を作るっていうことは、綺麗事じゃ済まないんですよね。何かこう、引っ張り上げてね、そして綺麗にね、まとめていくわけじゃなくて、たとえね、どんなに汚い言葉であっても、あるいはね、お仏にね、手をね、こう突っ込むようなことであっても、何としても引き上げるっていうね、その信念が必要なんですよ。まあこの10年ね、なんとかブレずにやってこれました。ぜひね、この日韓断交の声をね、どんどん広げてほしいと思います。いや、いいんですよ。80万ババアの桜井よし子をね、好きだって言われてもね、もう全然構いません。私は何もね、思うところはないんですけれども、このババアがですね、今から4年前ですね、SF 保守雑誌のサピオっていうのに、
あの、ネトウヨ亡国論って書いたんですね。ネトウヨの皆さんは歴史をもうちょっと勉強したらいかがかしら、おーほほほほほほってやってたんですね。それが今じゃね。で、そのネトウヨ亡国論っていうのは、韓国を批判するやつはみんなね、ネトウヨだっていうやつなんですよ。で、そのネトウヨが国を滅ぼすっていうんですね。で、この80万ババアが書いたこのネトウヨ亡国論なんですけども、で、一緒に書いてたのが小林パチロリと、あと安田光一なんですよね。もう今じゃ極左の代名詞になりましたけれども、その中核派の安田と、それから立憲民主党のね、その、パヨク、極左グループに入ったその小林パチロリ。この二人と一緒に書いてたのが桜井よし子っていう人間なんですよ。でね、ちなみになんで80万ババアっていうかっていうと、当時からですね、講演会やるときは、80万円以下ではやりません。というですね、すごいばあさんだったんですよ。昔もばあさんだけど、今もばあさんっていうですね。いや、それはいいんですよ。その、ビジネス講師ですから。だからその、例えばね、私が講演会やって、もう10年以上やってますけれども、その、1円もお金取ってないんですよ。だから、私にとって一番大切なのは、自分の視聴を広げることであってね。だから、1000円とか2000円とかね、もうこの金額で皆さんに来てもらうっていうですね。ところが、この80万ババアの場合は、80万円以上のね、その、お金を出さなければ講演会をやらない。まあ、これはビジネスとしては正しいのかもしれませんけれどもね。自分のランクを決めるわけですからね。で、あとなんだっけ、移動はね、新幹線で移動するときはグリーン車は当たり前。で、飛行機で移動するときは、おはようございます。自分は40代の男ですが、今までの人生、自分を好きになったことがありません。自分が嫌いです。自殺するほど気が狂っていませんが、苦痛なく消えてなくなれば、消えたいくらいです。当初は多分、自分自身が大好きだと思います。自分は天国地獄は信じませんが、輪廻転生は信じています。多分ですが、当初は過去に人間を何度も経験している、人間経験が豊富な人だと思います。反して自分は人間一年生、または前世で何か悪いことをしたのかなと思っています。桜井さんは人生に意味や使命はあると思いますか？というですね、質問でございます。いや、自分大好きって言われたら、そりゃそうですから。人間誰しも自分が大好きなわけじゃないですか。特にね、私ね、まあね、皆さんがね、私が言ってるんじゃなくて皆さんが言うんですけれども、カラオケキング桜井って言われてましたね。で、私が歌を歌ってる、この姿ですよね。もうこの姿はね、もう本当自分でも惚れ惚れするぐらいの、まあそういうね、気持ちでやってるわけですよ。はい。まあね、人から何と言われようとですね、こうね、跳ね飛ばすね、この、鉄面皮が必要ですよね。で、まあ、このね、相談なんですけれども、人生に意味や使命はあると思いますか？もちろんあります。どんな人間であれね、どんな人間にもね、生まれてきたからにはね、使命があるんですよ。ただしね、その使命というのは、何にもね、しなくて、使命が勝手に降りてくるわけじゃないんですよ。その人間の責務というのは、生きていく中において必ず発生するもの、そしてその責務を果たそうとしなければ、逃げようと思えばいつでも逃げられるわけですよ。だからはっきり言えばね、私だって、その、朝鮮問題に関わってしまったっていうのが人生の不幸の始まりなんですけれども、いつでも投げ出せるわけでしょ？いつでも投げ出して、そしてね、まっとうなね、生活に戻ることだってできるわけですよ。まあ今がまっとうじゃないって言ってるわけじゃないんですけどね。でもね、人間ね、何か一つね、残さなきゃいかんと私は思うんですよ。何か一つでいいからね、この世に残す、その情熱がね、なければね、生きてる意味がないと思うんですよね。人生の意味とか使命っていうのは、人から与えられるものじゃなくて、自分で見つけ出すものなんです。自分の、その力でね。まあね、そのあたりを考えていただければと思います。さあ、次のですね、相談に行きます。もう今日ね、ポンポン言ってごめんなさいね。はい、ですね。おはようございます。桜井投資。鈴木さんの当選おめでとうございます。さて、私は受験生なのですが、なかなか勉強が手につきません。どうすればよいでしょうか。よければご意見をお願いしますというですね、まあ、受験生の方から、お便りいただきました。諦めなさい。ね、人生ね、諦めが肝心です。で、これで終わっちゃうとね、言ってませんのね、私。うん。だから自民党に票を入れつつも、
その自民党に対して注文をつける。当たり前の話じゃないですか。日本第一党が国政に顔を出すまでは、それまではね、一番マシなところに、日本をね、一日でも長くね、持たせてくれるところに一票を投じるしかないんですよ。まあ、そのね、比較対象としてね、比較対象としてそういうことを言わざるを得ないっていうのは、非常にね、こう残念なんですけれどもね。今の日本で本当の保守、最後まで筋を通せるっていうのは、日本第一党しかないんですから。さあ、ですね、次のニュースに行きたいと思います。次のニュースですけど、これもね、ちょっとまあ、その慰安婦像ではないんですけれどもね、もう一つの、今ね、問題になっている徴用者像ですね。徴用者像に関係するニュースが入ってまいりました。韓国左派団体の韓国が左派団体まで立ち上がって、徴用者像を非難、愚民化に貢献する増ポピュリズムはもうやめよう、フェイク写真を使ってまで扇動するのはやめようというニュースが上がっておりました。反日民族主義の問題を告発してきた進歩左派市民系団体の強制徴用労働者像の建設に反対する会が、チェジュ島で開催されている日本徴用労働者像のセミナーを批判して、私たちの社会の一部の徴用労働者像の建設の動きについて重ねて懸念を表明しました。強制徴用労働者像の建設に反対する会は14日声明を出して15日に開催されている、チェジュ地域日本地域強制徴用労働者像建設推進委員会、もう長いこれ チェジュ地域一斉強制徴用労働者像建設記念学術セミナーが広報資料で歪曲された写真を使っているなど、学術セミナーを先導の場にしようとしていると糾弾したそうです。なんでこんな長いのよ読み切れるかいこんなのっていうですね。まあこれ一言で言えばですね、その徴用者像っていうのがあるんですよね。で、その徴用者像っていうのがあるんですけど、それをね、韓国でね、あっちゃこっちゃに建てようと。だからもう今慰安婦で儲かったわけでしょ、韓国は。日本から10億ももらっちゃったわけですからね。で、その配分をめぐってなんか争ってるっていうのは、やっぱり朝鮮人だなと思うんですけれどもね。で、今度はね、じゃあ慰安婦の次どうするっていうので話し合って、あ、そうだ、徴用者がいたっていうことで、その強制徴用者をですね、像にして、そしてまた今度は大使館の前に建てようっていう話になってるんですよね。いや、これが朝鮮人なんですよ。何を言ったところでこれなんですよね。で、問題なのは、そのね、徴用で参りましょう。11位は、水亀座のあなたです。人の言動に戸惑うことがありそうです。そして10位は、獅子座のあなたです。解決の鍵は、おしゃべりの中にあり、だそうです。そして9位は、天秤座のあなたです。いつもと違う方法にトライしてみましょう。そして8位は、お羊座のあなたです。過去のことを振り返って学びがある日、だそうです。そして7位は、伊手座のあなたですね。思いがけない方向転換がありそうな日になりそうです。6位、蟹座のあなたです。多くの人の会話で、世界が広がりそうです。そして5位は、魚座のあなたです。伝える言葉を、何これ、ブラッシュアップする日。ブラッシュアップって何、まあ、よくわかりませんけれども、そういうことだそうです。そして4位は、サソリ座のあなたです。相手の何気ない言動に解決策がありそうです。さあ、ここからは3位、2位、1位と見ていきましょう。3位は、お牛座のあなたです。複数の人が助けてくれる日になりそうです。さあ、そして2位は、ヤギ座のあなたです。人の言葉や行動にハッとさせられそうな日になりそうです。さあ、そして残りは、乙女座と双子座になりました。どっちが1位でしょうか。では、1位の発表です。1位は、乙女座のあなたです。自分の知らなかった魅力を発見できそうな日になりそうです。さあ、そして最下位、残念ながら双子座のあなたです。力を抜くと解決策が見つかります。ということですね。まあね、いつも言ってますけれども、当たるも八卦、当たるのも八卦ですからね。まあ、このね、グッドモーニングジャパンでね、その星座占い紹介してきたと思いますけど、結構どうです？当たってます？当たってるんだったらまあまあかなと思いますけど、いやね、星座占いってね、まあどの占いも同じなんですけれども、ものすごく抽象的でし
だからそう書いてあることって、まあ、読んで皆さんに、ね、お伝えしてるんですけども、ものすごく抽象的なことで、その当ては何にでも当てはまりそうな感じなんですよね。まあまあまあ、皆さんね、興味のない方もいらっしゃるようなんですけれども、先ほども言った通りね、当たるも八卦、当たらぬも八卦っていうことでね、まあ今日のね、一日の参考程度にね、していただければと思います。さあ、ということで、そろそろ、終了時間が迫ってまいりました。で、ここでね、また最後のお知らせなんですけども、昨日から、ね、ずっとお知らせをしてるんですけれども、11月19日、残り3日になりました。11月19日、全国一斉の北の丸豚丸焼きデモが開かれます。このデモに関しましてですね、まあ、一人でも多くの皆さんにですね、参加していただきたいということで、ねえ、で、そのね、五大料理。いや、別にいいんですけどね、その、五大料理って何っていう、フレンチ、トルコ、まあトルコ料理ですよね。フレンチ、トルコ料理、そして、日本料理か品料理か知りませんけどもね、大体このあたりなんですよ。で、最後の一つって言ったら、どこがあるんだろうっていうですね、そこに韓国料理を入れちゃうの?っていうですね。そこにあんた韓国料理入れちゃダメでしょっていうですね。まあ、ちなみにね、韓国料理、まあ、このね、頭のおかしいバカな記者がですね、キムチとかプルコギをですね、料理として引き合いに出してますけれども、キムチは料理じゃありませんので、あれは日本で言ったらお漬物なんですよね。で、その漬けるね、漬ける中において、キムチっていうのは、その、唐辛子粉を使ってるわけじゃないですか。しかもそのね、唐辛子粉を使ったキムチ、まあ今皆さんがキムチっていうとすぐに頭に思い浮かべるやつですよね。もう本当に、ニンニク臭くてね、で、とんでもなく辛いやつですよね。ところが、その、本来のキムチ、王宮料理におけるキムチっていうのは辛くなかったんですよ。で、まあもちろんね、その、長いことつけてれば臭くなるんですけれども、乳酸発酵しますのでね。乳酸発酵なので、まあ、匂いがするんですけれども、その、王宮でつけるキムチっていうのは、カタクチイワシを使うんですよね。だから、ニンニクじゃないんですよ。カタクチイワシを使って、で、塩でつけるんですよね。だから、今とも明らかにこれ違うんですよ。で、なんでじゃあ唐辛子を入れるかって言ったら、秀吉のね、朝鮮征伐以降、その唐辛子が朝鮮半島に伝わったんですね。で、朝鮮半島に伝わって、そしてそれがですね、保存に効くっていうことが分かったわけですよ。それで朝鮮人たちが、その、保存にね、適してるっていうことで、キムチを、唐辛子を使うようになっていたわけですよね。まあ、それが実態なんですよ。で、プルコギにしてもそうですけれども、本来の、その朝鮮料理って言ったら、例えばシンソルロ、まあ、皆さんちらっと聞いたことあるかもしれませんけれどもね、シンソルロっていう鍋料理とかですね、そういったのが、朝鮮伝統の王宮料理の一つなんですよね。で、あるいは冷麺とかね、要はこの東京新聞の記者っていうのは、シンソルロにしても、その、モノホンのね、その冷麺、盛岡冷麺じゃないですよ。北朝鮮でね、冷麺に関しては、確かに北朝鮮が発祥なんですよ。今の平壌あたりで、あれ作られたものですから。で、それをね、こう、引き合いに出すならともかくですね、キムチとかプルコギとかね、あんた戦後にできたようなものをね、こう持ってくるあたりがですね、もう本当にね、東京新聞の人間が、その、まともにね、まともにその、なんていうんですか、学がなくね、知識がなく、こう語ってるポル人でもね、アメリカ人でも、ブルガリア人でもね、誰でもいいから、こう入っていいですよっていうですね、そういうその相撲。まあ、この二部制にした方が、日本のね、その伝統ということに関してはいいんじゃないかなと思いますけれどもね。さあ、それではですね、次のニュースに行きたいと思います。次のニュースはですね、ちょっとですね、毛色が変わりまして、夢のあるですね、ニュースでございます。11光年先、地球に似た惑星、太陽系に接近中、生命存在かということで国際チームが発見したそうです。乙女座の方向に11光年離れた赤色矮星、ロス128の周りで、地球に似た惑星を発見したと、フランスのグノーブル、アルプ大学などの国際研究チームが15日発表しました。太陽系外では4光年先のプロキシマ B、に続いて、地球から2番目に近い惑星ですが、太陽系に接近中のため、7万9000年後には最も近い惑星になるというそうです。夢がありますね。
いや、もうね、普通に考えればね、その、今このね、広大な宇宙、ね、まあ、いろんなね、こう、なんていうんですかね、星のね、星がたくさんあるわけですよね。燃えてる星からね、あるいはその、地球型のね、岩礁星なんか、いろいろあるわけですけれども、その中でね、考えてみれば、地球人しか、その、宇宙に生命がない、と仮定すると、非常にね、寂しいんですよね。それこそその、何千億、もう無数にあるね、この星々の中で、地球にしか生命体が存在しない。ありえないんですよ、こんなことは。いや、だってね、よくね、科学的に考えろとか言う人がいるけれども、これ確率論の問題から言ったら、地球人の存在が、そもそも確率論的にありえない存在になってしまうわけですよ。だからね、宇宙はね、こう、なんていうんですかね、無の世界じゃないんですけどもね、生命がね、限られてるわけじゃなくて、生命に満ち溢れてるのが宇宙じゃないかなと。私はこう思うわけですね。はい。それでは次のニュースに行きたいと思います。国連人権委員会で、慰安婦合意をめぐり、日韓が激突ということです。人権委員会で韓国政府が、日韓合意について、日韓慰安婦合意について、多くの被害者と市民団体が合意の主要要素を受け入れがたく、合意の過程で被害者を中心とする議論が欠如していると、反論しました。続いて外交部内にタクスフォース、を設置して、合意内容を分析中であり、年末に結果が韓国政府に報告されると述べています。いや、だからどうしたって話なんですよね。まあもちろん我々は日韓合意には猛反対してますけれどもね。それはそうでしょ。自分ところのね、じいちゃんたちを貶めるですね。こんなふざけた合意を誰が認めるかって話なんですよね。料理とかですね。そういったのが、朝鮮伝統の王宮料理の一つなんですよね。で、あるいは冷麺とかね。要はこの東京新聞の記者っていうのは、新ソルロにしても、その、モノホンのね、その冷麺、盛岡冷麺じゃないですよ。北朝鮮でね。冷麺に関しては、確かに北朝鮮が発祥なんですよ。今の平壌あたりで、あれ作られたものですから。で、それをね、こう、引き合いに出すならともかくですね、キムチとかプルコギとかね、あんた戦後にできたようなものをね、こう持ってくるあたりがですね、もう本当にね、東京新聞の人間が、その、まともにね、まともにその、なんていうんですか、学がなくね、知識がなく、こう語ってるっていうことが、よくよくわかる記事ですね、これ。はい。ということで、今日のヘッドラインニュースでございました。ちょっと今日はね、押してますので、ちょっと待ってね。10分ぐらいしかないんですけれども、スポットライトニュースです。スポットライトニュース。メディアによる韓国用語の大合唱は、世論が変化している何よりの勝者なるか日韓断交ということで、もうね、日韓断交をね、いろんな人が叫ぶんですよね。で、この日韓断交ってね、いつ頃出たのか、まあ、これ難しいんですけれども、少なくともね、地上波の電波に乗って日韓は断交すべきだって訴えたのは、私が一番最初なんですよ。ごめんね、一番最初で常にね。で、チャンネルパンダっていうね、そのパンダさんの放送局がありまして、で、そのチャンネルパンダの放送局で、なんていうんですか、日本と韓国はね、勇気を持って断交すべきだ、と主張したんですね。これが日韓断交の公でのね、始まりです。まあ当時はね、その十数年前ですから、もう当時はそのヨン様ブームとかね、あと日韓ワールドカップでね、まあ一部の人たちはね、その日韓ワールドカップを受けて、喧嘩に傾いていったわけですけれども、それでも韓国とは仲良くすべきだっていうね、その意見というかね、主張が非常にね、広がってた時期に、日本と韓国はね、さっさと断交せと言って、メディアでね、ぶち上げたわけですよ。まあもちろんですね、非難の大合唱でございました。いや、もう今も昔も変わらずね、場を選ばずにね、こう言うもんですからね。だからね、メディアに嫌われるんですよ。ね、皆さんね、言葉にはね、本当に注意しましょうね。で、ただね、そこから先のね、10年以上関わりましたけれども、そこから先の世論の変化によって、いろんな人が今ね、日韓断交ってね、言葉に載せるようになったんですよ。まあ、もちろんまだまだね、その日韓断交の、国民的な機運